2011年ネオ歌舞伎町、俺ことホストのしまるちゃんはってもういいだろ、あったよこのナレーション。毎回毎回丁寧にあらすじやってんのは初めて見る人に向けてのホストならではの優しさ中か親切心中か、サービスでやってんのに視聴率はずっと横ばい状態だよ。見てるやつ決まってんならもうやめた、もう説明しない、うんこブリブリ、チンコブリブリ、インティンカイカイ。ってなわけで今夜はライオン丸とタイガー・ジョーがお送りするサオリちゃんのおっぱい祭りだぞ。2ちゃんの実況盛り上がってっか、立たせて待ちやがれ。あー、オープニングも始まっちゃった。光よ正義の祈り、変われししまるライオン丸に、日本の平和を守るため暗黒魔人をやっつけろ、今だ今こそ変身だ、走れライオン、飛べ飛べライオン、行くぞシシマルぞライオン丸。この番組はキングレコード、スクウェアエニックスの提供でお送りします。久しぶりに会いたいなって、もし今日お店来てくれたら沙織のおっぱい触らせてあげる。そうだよ、嘘だよ、二度と電話しねえからな。はい、沙織ちゃんだよ。最近全然お店来てくれないじゃん。さみちいよ、沙織のおっぱいもさみちがってるよ。もしもし、沙織だよ。はい、沙織、バルーンカフトにフトランアゲッザイバンドゥカフトラフスイフディア、マニアツゲン、ドゥゼンベルーレン。スケシャーだ。どいつもこいつも、やばいこと言ってる場合じゃねえよ。あー、もう今月全然稼げねえ。大丈夫だよ姉ちゃん、そんなに頑張らなくても。私のバイト代もあるし、最近ライオン丸の記事も評判いいんだよね。ギャラも上がったんだ。ねえマスター見て、これ私書いたんだよ。もうこれ評判よくってさ。あ、そうだ、今度なんか食べ行く、おごっちゃうよ。あんたは何も分かってない。え、かけてくる。モデルの仕事とか興味ないかな。ないない、どうせ AV でしょ。あれ前なんか出てなかったねえよ。企画もんでさ、ぶっかけふにょ祭りとか出て。うちのさがりちゃんに何かよ。どうぞ。はい、すいません。はい、電話くらい出てよさがりちゃん。足りねえな今、それしかないんです。今回だけだからね。くそ。あ、AV やるんだったらうちで裏やってるからそっちの方が金になるよ。くそ、僕やってらんないよ。何あの態度、いつもトラブルに巻き込まれて迷惑かけるくせにさ。え、何、あ、誕生日明日だ、やばい忘れてた。そうだよね、二人きりの姉妹だもん。誕生日くらいお祝いしてあげないとね。とは言ったものの、ろくなもん売ってねえなこの町は。安いよ皆さん、安いよ、買ってくださいよ。あ、アイポッドだ、懐かしい。あ、DSLR、東京タワー、これすんごい流行ったよな。これ書いた人行方不明になって今何してんだろう、超気になる。てか、ここにあるの全部私が小学生の時に流行ったやつじゃん。こんなの売られても嬉しくないよ。ダメだな、インド帰っちゃうかな。ダメだね、プレゼントどうしよっかな。あ、おお、何やってんだ、家でか、飛行か、いいぞ。夜の街をさまようのな、10代の特権だ。バイク盗むか、夜の校舎窓ガラス壊して回るか。元気ないな、腹減ってんのか。よし、先生と一緒に来い。どこ行くんですか。この店何ですか。ちゃんこ居酒、かんちゃん。ここの店には裏メニューにカレーライスがあってな、聞いて驚け、実はここのカレー、はい、カレーライスお待ち。どうも。あ、キラちゃんだ。アントニーとジャイアントの足元、キ
よく知ってるね。実はこのカレー、あの尾崎の大好物だったんだよ。そうなんですか。うわっ、とにかくここのカレーはうまいぞ。ごゆっくりどうぞ。はい、食え食え。おいしいだろう。人はさ、大好きな人と大好きなもん食えればそれで最高に幸せなんだよ。先生はこのカレーを尾崎と食べたかったよ。尾崎。うめえ。マサ、今日のカレーうめえよ。お姉ちゃん本当にカレー大好きだね。うん、人生最後の食事は絶対カレー。これだ。指名入ってる。ごめんね、ごめんね。ちょっと何言っちゃった。また、またね。しまるちゃん、ちょっとなんでいつも邪魔すんのよ。そうよ、あんた何なのよ、毎回邪魔しやがって。ブスだな。いや、本当にブスだなって。なに、ちょっとそのトーンやめてよ。なにそれ。やりまんだよ。そうだよ。ねえ、ブスのやりまんって聞いたことある？そんなこと言わなくていいよ。そんなわけないじゃん。もう喋らなくていいよ、辛くなるし。どうもー、獅子丸ちゃんです。どうもー。おすけ、お前何やってんだよ。つーか、お前またくだらねえこと書いたろ。なんだよ、この突然なんとかなんとか。いいじゃん、いいじゃん。高校生のくせに何をホストクラブしてんだよ。姉ちゃんにチクるぞ。そのお姉ちゃんのことで相談なんだけどさ、明日お姉ちゃんの誕生日なんだよね。沙織ちゃんの？うん。そんでこの店一日貸してもらえないかな。できればタダで。はあ、どうにかなんない？どうにもなんねえよ。万年再開ホストだもんね。関係ねえっつーの。普通に無理だっつーの。さあ帰れ帰れ。じゃあまたな。毎年誕生日にはお姉ちゃんの裸踊りが見れるんだけどな。選ばれし者同士、殺し合うために出会ったわけではない。お前たちには他の使命があるのだ。誰を探している？私は豪山工業若頭ジュニアである。イエスサー。口からクソ垂れる前と後にさあと言え。分かったか、このウジ虫ども。さあ、イエスサー。残念だ、もっと声出せ。弾を落としたか。さあ、イエスサー。お前たちはパパの精子の残りかすのだ。さあ、イエスサー。どっちのクソが俺のドーナツを盗み食いした。うん、このフェラブタども。誰だ。さあ、あの冗談ありますか。さあ、パパの精子の残りかす、城之助だ。さあ、自分は見ておりません。さあ、フェラブタは。さあ、同じくです。さあ、誰も知らない。さあ、さあ、あの、じゃあこれ調査にお願いします。わかった。さあ、さあ、全体に逃げ向け2。豪産工業最高だ、豪産工業最高だ、中でもジュニアは最高さ、中でもジュニアは最高さ。お前が聞きたいことは分かっている。金サチと銀サチ、ライオン丸とタイガージョー、自分たちの定め。城之助、獅子丸と力を合わせよう。あいつとふざけるな。お前は選ばれし者。やがて今ある場所から正しい道へとお前の心は赴くだろう。俺が間違ってるというのか。最後の戦いは近い。その戦いを終えた時にお
前は全てを知る。店貸さないとうちの店をアースワンにするってよ。もしもし、島根カレーの材料揃った？うっせぇな、今行くよ。ちくしょう、あのガキパシリに使いやがって。スカルワイ買うからお金ちょうだい。え、だから金出せっつってんだよ。最後の戦いが。ねえねえ、本当にできんの？もううるさいな。だから今日は貸し切りなの。そんなの春菜認めない。誰が私たちのししまるちゃんを貸し切るのよ。ほら入れなさいよ。ダメだよ、もうダメだよ。入るわよ、入るわよ。シシマルちゃん何やってんの？シシマルちゃんは料理なんかしてダメ。ああ、男は台所に入るべからず。ハルカ、ボイサルターナカルネプリマエポイノンディリデビリンカレーフランバレーバベーネ。オッケー、バベーネノンティピリオッパレー。おお、今日はありがとうございました。いいじゃん、サルちゃん。今日はダメなんだってば。じゃあチューして、チューして。それも今度ね。じゃ今度絶対だよ。またね、バイバイ。もしもし。あ、お姉ちゃん大変なの。今すぐドリーミーに来て。なに、今ちょっと忙しいんだけど。とにかく大変なの、早く来て。Oh, my God.
ちゃんはスペシャルだぞ。春菜はるか特製ぶっかけカレーだぞ。今日はいろいろありがとうね。おいこら、おいこら、ブスブス、おいこら。何俺のもうちょっとカレーかけてよ。具とかも全然入ってねえし。何よ、カレー乗っかってんじゃないの。本当ね、あんたなんてね、うんこで十分なのよ。あー、分かった。お前言うなよ、ありがとう。あんたは絶対力いい元よ。じゃあなんかちょっとやらせてもらいます。店長蘭丸の、爆笑シリーズ。釣り竿を一度で、掴めない人まで。ガタン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 。はい。それは裸踊りじゃねえか。あーかもね。来るか来るか。おしまる、お前は何もやってねえじゃねえかよ。なんかやって私を喜ばせろよ。あ、そうそうだ、お前すげえ隠し芸持ってんじゃねえかよ。変身しろよ変身。あれだぜ、あれやってこだっけな、あれ金差しだけか金玉だっけか。あったー、これだー。風やよ。おい、もしお前が変身してくれたらこの後付き合ってやってもいいぞ。おっぱい揉み放題だぞ。まあね、しっかりしてよ。来いよ。待ってんぞ。みんな僕のとっておきの隠し芸いきます。小せえな、酔っ払ってるからかな。おい、まだかよ。あ、はいはい、ただいま。パン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 。はい、どうも、ライオン丸です。悪いホストは切っちゃうぞ。お前か、お前だよ。いいの？いいんじゃない、みんな喜んでるし。
で俺ばっかいつもそんな役回りなんだよ。でもお姉ちゃんすごい喜んでた。チョウさんとチューしてね。嬉しい？ガキにされても。でもありがとね、ししまる。ああ、うん、あ、沙織ちゃん、ハックだよ。沙織ちゃん、スナックゼットのマスターです。いや寒いですね。もうこたつを出している家も多いんじゃないでしょうか。みかんといえば腐ります。一つのみかんが腐ればその近くにあるみかんも次々と腐っていく。だから取り除く。でも僕はこう思うんですよね。腐ったみかんが悪いんじゃない、腐る前に食べなかった人間が悪いんだと。さて来週は新人ホストは不思議ちゃん、奪われた金札銀札、やっと怪人登場、その名もシシトラのサンボです。ダンボールのみかんは下の方から食べると腐りにくいですよ。この番組はキングレコードスクウェアエニックスの提供でお送りしました。